乃木坂46メンバー同士で撮影したオフショット写真集、乃木撮、乃木撮の第3弾、乃木撮ボリューム3、2023年1月24日発売、講談社より先行カットが公開された。白石麻衣、生田絵梨から集合ショット。今回公開されたのは、乃木坂46の 25th シングル、幸せの保護色、2020年3月発売のミュージックビデオ撮影の現場で、乃木坂46キャプテンの秋元真夏が自撮りした一枚。バル、現在は乃木坂46を卒業した一期生メンバーの白石麻衣、生田絵梨花、松村沙友理らと秋元が笑顔で写真に収まる、エモい、思い出ショットとなっている。乃木坂46オフショット写真集、乃木撮、同作は2017年2月から写真週刊誌、フライデーに連載されている、乃木撮、をまとめたもの。メンバー全員がカメラマンとなり、お互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画だ。美味しそうにご飯を頬張る姿や、楽屋でうたた寝する寝顔、メンバー同士でじゃれ合う様子など、普段のグラビアでは見られない一面が見どころとなっている。2018年6月に発売された第1弾写真集、乃木撮ボリューム1は累積売上50万部を突破しており、乃木坂46写真集の最大ヒットシリーズに。なお、1月24日の写真集発売に向けて乃木撮公式ツイッター、@乃木撮でも様々な企画が予定されている。